はいどうも、ヒコボン、心の声です。復刻ビジョンも3日目になりました。今日見つけて解放されたいです。ただ出なければ出ないほど。出た時、嬉しいというのも事実なので、諦めず頑張りたいところです。そうだ、喜び貯金というのをすっかり忘れてました。色違いが出ない旅にかまっていきます。時刻は、早朝の6時。ミンポケには、2名の参加表明あります。この時間に表明するのは、ガチな方だと思われるので、大丈夫そうです。2名です入ります。なんだ初日の初戦から一緒してるフレンドさんじゃないですか。こちらのフレンドさんなら最悪2名でも大丈夫なので安心です。もう一人も初戦から一緒してるフレンドさんです。最終的に7名、朝6時なのに結構いるもんですな。撃破です。CP1696うむ。まずは通常食。なんかおかしい。流れを変えるべくジムを出ます。入り直したのが功を奏したのか、クリティカルで一発ゲットです。続いて別のジム。さっきのが成立したので、ここも大丈夫だろうと乗り込んだら1人、しばらく待ったら1名入って、そのままバトルとなった次第です。もう1人がレベル40なので、場合によっては勝てます。レッキューザ、おすすめではないようだ。いけるか。よりにもよって、最強最悪なストーンエッジ。ただ、このペースならいけるのではなかろうか。2匹目のレッキューザ、いいぞ。石柱に貫かれるファイヤー、ナルトに出てきそうな技です。共闘している人のポケモンがしばらく出てこない。もしかしたらレッキューザを回復して再突入か。こちらもレッキューザになってしまった。ただストーンエッジにファイヤーより耐える。向こうにやっと出てきたと思ったらミュウツー。まずいかもしれない。ミュウツーの次はメタグロス。うん、ダメか。一応150秒までやってみる。ダメだ。半分経過してもビリジョンの体力が半分になってないのでは勝てない。降参です。撤退でござる。あのあと人集まらず、諦めようと思うのですが、もう一人の人が入るので、私も諦めず入っていたら、新たに一人入ってこれでいけるかと思ったら、その後いきなり2名増えて、あっという間に余裕になりました。いやー待つもんですね。諦めない心が勝利をつかんだ。これはもう色違いだ。間違いない。 CP1699 実に色違いらしい CP である。ここで色違いはあり、そんな期待も虚しく通常色。数時間経過し、黒卵一人入ってみるか。早朝のフレンドさんでした。知ってたら即入るのに。最終的に3名でした。この時間帯は人が集まりにくいのか。撃破です。CP2124通常食、まだ殿下。ミンポケに参加表明ないけど、ここは集まりそうな気がするので速攻で入ります。
しばらく2名で焦ったけど一気に増えました。最終的に9名勝利です。CP2108 通常色一発ゲットでした。夕方になりました。日中より成立の可能性が高まります。18名も集まりました。さすがの夕方勝利です。CP2113 通常色、そろそろ出てもいいと思う。次のジムです。ミンポケに参加表明は私のみ、おそらくいると思うので速攻で入ります。しばらく一人で焦りましたけど人集まりました。最終的に9名になりました。撃破です。CP2136 少し高個体通常色ゲットです。昼に3名しか集まらなかったジム、夜は大丈夫だと思う。11名も集まりました。撃破です。CP2096 通常色、これはきついぞ。クリティカルでゲットです。朝2名で苦労したジム、夜はいるはず。13名も集まりました。余裕の撃破です。CP2086 通常色ゲットです。このジムは比較的集まりやすいので安心です。うわ、リモートレイドパスがなかった。急げ急げ。18名、ここに入りたい。3名入りそびれました。最終的に13名、集まりやすい場所でよかった。撃破です。おすすめパーティーが多い。 CP2107 通常色、最後の一球になってしまった。ダメでした。他の伝説はこんな逃げられないんだけどな。次はあまりやらないジムだけど、この時間ならいるはず。勇者がおります。私も続こう。勇者はフレンドさんでした。最終的に7名、しかし
勇者がいなければ成立しなかったかもしれない。CP2094 通常色出なすぎ問題発生。ナイアンさん、もう少し確率上げてもいいのではなかろうか。今日はこれにて終了です。今日は10戦やりました。かなりの数やってると思う。これを自転車でやろうと思ったら大変な数です。もう少し頑張ってみます。そんなわけで翌日早朝です。今日も頑張ります。夜明け前から黒卵の出現をチェックしてましたが、7時のこれが一番です。今日は土曜なので人の集まりやすいんじゃないかな。今日がダメでも明日の日曜がある。ミンポケの参加表明は私含めて2名、なんとなく成立しそうなので速攻で入って呼び水になります。0人だけど行きます。オッドフレンドさんもいた。ポケモンを回復してなかったので回復します。この間に人が増えてることを祈ります。増えてないとすごい絶望を感じます。日常で絶望なんてそうそう感じないよね。さあどうだ。おっしゃ7人、いけるぞ。早朝に集まりし勇者たちよ。7人で戦闘開始です。勝利です。CP2089 うむ、きたー。完全に無心タップでした。隙を突かれた感じです。ヒコボンも5万円です。伝説の色違いは当てればゲットできるのでファイルのみでいきます。ゲットです。これで私の戦いは終わった。もう一戦すぐにあったので2連続色違いのミラクルを狙ってやってみることにしました。さっきのジムと近いのにこちらは14人も集まった。勝利です。2連続で色違い来たらそれはミラクルと言ってもいいだろう。さあどうだ。そうはうまくはいかなかった。逃げられて終わりも面白いかなと思ったけどゲットできました。これが色違いか。ちょっと諦め気分だったよ。しばらく休みたいのでミンポケの通知切っときます。私自身もちょくちょくチェックはしていましたが、周辺のジムから手当たり次第に通知が来るようにしてました。黒卵出たら忘れないようにアラームセットするっていう。もう疲れたよパトラッシュ。では次回のテラキオンも頑張っていきましょう。